義士義士とは、切断により、死死の一部を欠損した場合に、元の手足の形態または、機能を復元するために装着、使用する人工の手足。実用語。事故や、病気や戦争等で切断した手や足を補うために、装着する代替物のことである。上司、手腕の義子を、義手・下司、側部の義子を、義足と呼ぶ。総称として、 人工詩とも呼ばれる。失われた肉体の一部を人工物で代替することにより、患者自身の機能的、精神的な問題を軽減させるために用いられる。もので、機能を回復させるものと、外見を回復させるものとがある。義士は古くから存在したが、そのありようが大きく進歩したのは、第一次世界大戦以降である。義士の歴史は古く、 紀元前から死死を失った人のために作られていた。古代エジプトにはすでに木製の義式が存在した。現在発見されている世界最古の義式は、紀元前950から710年に生存していた女性の足の義指である。欠損部位を補うための単なるアクセサリーではなく、体重をかけて移動できるように設計されている。また、イタリアのカプアからは、 古代ローマ時代の木と銅で作られた義足が発掘されている。1500年頃のヨーロッパでは戦争で手足を失うことが多かったが義手や義足を使用して騎士や軍人を続けた人物が多数いた。ヨーロッパでは代表的な人物として鉄腕ゲッツの異名を取ったゲフォンベルリヒンゲンがいる。ゲッツの自伝には義足の騎士も登場しており、 儀師を使用していた騎士はかなりいたと思われる。ゲッツの使用していた儀師は高度なギミックが組み込まれていて剣や槍を握って戦うことができたと自伝に記されている。実際にヨーロッパでは手足をなくした正位軍人にとってゲッツの話に気づけられることは多くゲーテの儀曲としても有名であることから死施切断者へのケアとして現在でも引き合いに出される。なお、 当時は技師と医学との関連は薄く、同時代の著名な医学書にも技師についての記述は見受けられない。日本でも技師に関する資料はほとんどないが、最古のものとして1818 18年以前のものと考えられる義足が残っている。日本で記録に残っている最古の技師の使用者は、歌舞伎役者の三代目、沢村多之である。 彼は死死を切断するも、アメリカ製の義師を用いて舞台に立ち続けた。19世紀以降は、無煙火薬の発明による銃弾の高速化、地雷の普及によって、手足を失う、焼夷軍人が急増した。しかし、航空機などの乗り物を操る兵種においては、交戦中の負傷で、赤腕、接客となっても、義紙を装着して戦列に復帰する例が複数見られた。 第二次世界大戦では、大日本帝国陸軍のヒノキ、与兵、ドイツ第三帝国のハンスウル・リヒルデル及び、大英帝国のダグラス・バーダーらが、義足で航空機に乗り戦い続けた義足のエースとして、著名である。こうした、飛行兵の中でも、アメリカ合衆国のは、1945年のベルリン攻防戦の折に撃墜され、右足を失うも、 ドイツ降伏後に帰国した同年中に大リーグワシントンセネタースの投手として復帰した足の大リーガーとしての自責で知られており同年に赤湾の野手としてセントルイスブラウンズでプレーしたピート・グレートもども第二次世界大戦で勝利軍人となった多くの人々に勇気を与えた日本では名古屋軍の西村真一が従軍により 石腕となり現役続行を断念するも、1948年より、京都平安高校の監督に転身し、1951年の第33回全国高等学校野球選手権大会で、同校全国優勝に来、その後も石湾の監督として、アマチュア野球界で長く活躍した記録が残る。その他、近電義手、コンピュータ制御膝すぎ手、 コンピュータ制御速度、触覚を伝える技師など、高機能、高性能の技師パーツが登場してきている。3D プリンターの登場により、オーダーメイドの技師が低コストで製作されるようにもなった。部品としての機能はもちろん、装着感や重量にも注意が払われる。例えば欠損率の大きい獅子を補う場合、多機能化で複雑なパーツを使用せず、 単純な構造とすることがある。義足の場合では一般に膝関節の有無で活動レベルに大きな違いが出る。膝関節が残っていると屈伸運動が可能であるため、すねより下は単純な棒で代用されることもある。この場合では訓練次第で走ることも可能となる。しかし膝関節を喪失している場合、屈伸する機能を 膝継ぎ手として義足側に持たせなければならず、この膝義足が体重を支えられなければ立つことができない。しかし、膝が曲がらなければ歩きがたく、走ることは困難である。このように膝機能の有無は義足に求められる機能も決定的に異なり、装着者の生活の質に大きく影響することから、膝上から足を切断する必要があった場合に、切断した足のかかとを流用し、 水平方向に180度反転して、膝上大体に剥ぎ膝と同じ機能を持たせた移植手術、ローテーションが行われた例もある。使用の点があった場合はできない。義手には手の機能の代用として、鍵爪のようなものも存在するが、ピーターパンに出てくるフック船長の腕を思い出すと良い、後腕の筋肉で操作するピンセットのようなものをつまむ子が可能な義手や、さらには、 近電位測定とマイクロコンピュータを利用して、モーターの力で、実際の手のように掴んだり離したりの動作が可能な、近電技師も開発、実用化されている。最新のものでは、直接神経に接続された電極で、神経デニーを計測、訓練すれば、自分の腕のように操作できるタイプも登場しており、これらでは、コンピュータ制御により、触覚すらあるという。技師は、 技師の一種である。上司の切断後、機能、外観の再現を目的に装着する技師で、目的により装飾用と作業用に分類される。病院で医師の処方、リハビリ計画に基づき、技師装具師が制作する。身体障害者福祉法による、補装具、または、労働災害保障が受けられる。装着に至る原因は、後天的なケースが多く、労災や、 交通事故などが相性性によることが多い。実用性がなくとも、とりわけ小指のウムは、縁切りを刺すものとしての一定の偏見があるため、社会が装着を要求するという面もある。外装には、シリコーンゴムなどによる仕上げを行うが、基本的に単色であるため、肌の微妙な変化は、再現できない。血管の浮き出しや、手指特有の色の変化を再現したい場合、 つまり本物そっくりにしたい場合は、仕上げを実費負担する必要がある。装飾用義手は表面をシリコン素材を中心に仕上げ、外観の保持を目的とする。芯材を入れば指に表情をつけることもできる。一本だけならキャップをはめるようにつけることができる。濃度式義手は樹脂を中心に製作し、反対の肩にまでかかるハーネス。八の字のたすき掛けを、 イメージを利用して、物をつかむ、話す、恥動作を再現する。作業用義手は、目的優先のため、必ずしも、人体の形状をしている必要がない。肘関節より、遠位の切断であれば、手首をアタッチメント式にして、必要な道具を交換したりすることもある。料理が、その他に、筋肉の収縮に使用される、微弱な神経電流を感知し、掴む。 話すという端動作をモーター駆動の部品で再現する近電義手が存在する。近電の任意検出ができない人には使えないため、万人向けではない。義指は指を切断した人が装着する人工の指。義足とは人工の足のことである。下肢切断者が装着する。病院で医師の処方、リハビリ計画に基づき、義手装具師が製作する。下肢の切断後、 機能の再現を目的に装着する技師で、目的により、訓練用、常用、作業用に分類される。費用については健康保険、身体障害者福祉法による、補装具、または、労働災害保障が受けられる。戦争被害を受けた、発展途上国では、残された地雷の被害者による義足の需要が増えており、各国の技師メーカーが、ボランティア支援を行っている。 ソケットの形式は切断子の高さ、形状から決定される。体との接合素材には、面で作られた段々袋、厚手の靴下のようなイメージが用いられてきた。近年では、吸着式と呼ばれる空気の陰圧を用いて直履きするタイプやシリコンを用いたものが普及し始めている。一方、核構造義足は構造がシンプルで分かりやすいことから、 古くからのユーザーには根強い人気がある。ソケットは短期においては体調、体重変化、長期においては加齢による肉体の変化により、いずれ不適合となる。特に切断直後の形状、集計はどんどん変化するため、訓練用義足は短期間で不適合になるのが一般的で、構成用義足は切断師の安定を見計らって制作されることになる。 歩行能力を得るための機能的義足と外観を取り戻すための装飾用義足とに対別できるが装飾用は歩行機能がないため女性対象にはならない希望者は自費作成することがある機能的義足は核構造義足と骨格構造義足の二つに分類できる骨格構造義足にはピラミッドアダプターと呼ばれる世界共通の規格がある 交換が容易で、高機能なパーツが多数存在することから、近年主流になっている。装飾用は歩行機能がないため、女性対象にはならない。切断子がどれだけ残存しているかによって義足に求められる性能なども変化する。段々までの長さによって細かな差があるが、残存する関節を基準とした分類が存在する。足指義足や中足義足は、 旅の形をしたものが多い。一般に残存している部分が少ないほど、歩行能力獲得までに時間がかかる。特に膝の有無による影響は大きい。長期間、数ヶ月以上にわたり快適に装着し続けるためには、本人の自己管理能力が問われる。このように、自己管理能力に問題がある患者、物理法則を無視した自己中心的な患者は、 適合、完成までに難重する傾向が見られる。本人の感覚評価によらず、適合を客観的に判断する、明確なガイドラインの設定が求められる。仮に切断子が安定しない場合は、退院後も定期的に病院で調整を続けることが必要になる。医療的判断から再切断に至るケースもある。また、歩行能力が獲得されない場合、車椅子の使用や、 松葉杖を利用しての片足歩行、片足が健在の場合を検討する。近年では段々への負担を減らすために、サドルに座る形で用いる義足もある。発展途上国の人々のため、竹の義士の開発が進められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。